ゾーンでハイライトを見ながら僕たちの解説を聞いてください。スタート。これね、いやもうなんかもう会場なんかホタルがいっぱいいるみたいな感じで、もう俺これこの雰囲気好きだけどね。やっぱなんか真っ暗なところに入ってきてさ、すごい綺麗ですよ、ね。うん。拍手も謎に起きてたけど。やっぱいる雰囲気をやっと感じれたよね。いやでかいな一人。いやなんか本当にさ観客の動員数は違ったけどさ同じシチュエーションだったじゃん。もう最終戦と、うん、いやもうちょっと絶対勝ちてっていう気持ちはより出たんだけどさ、まあまだスターティングラインナップのところだけどもう速攻失点したり。いや、ティーラトンがね、うまいんだよ。いや、うまいね。なんか、あそこで取れるはずが、みたいなところがそうかわされるんですよね、引き技使われて、うん、いや、だからまためちゃくちゃ回されるのかっていうちょっとあれもあったよ、感覚も。いや、もう行くしかなかった。うん、闘牛のように。いや、逆にすごいよね、あの川崎戦であんだけボロボロだった状況を本当に2日、3日で変えてくる健太さんの、うん、あのやっぱ戦術眼なのかな。やっぱここね1失点目これ当たったよね。当たったね。これはまあやっぱでもやっぱ俺はここのお流れるところに強く入ってほしいって話になったね。まあ流しちゃいけないけど、まあ、当たって軌道がね、うん、そうでラッキーな部分も多分剛はちょっと多分マサトが触るんじゃないかでちょっとでおなゆりのこの縦の早田にもちょっと警戒ちゃって、うん、引っ張られたね、ちょっと、うん、まだクロスもいいクロスよ。まあ当たって本当に嫌なとこ落ちたよね。聖も最初首振って確認してるけど、こんだけなんかスローなトントンってなったら難しいよね。いや逆に俺からすれば左側しか蹴れなかったかもしれないなと思っちゃったね、遠藤は。いやーいいパス。いやーエビゾリになった焦げてるね。うわああ、右手左手だね。左か。ああ、左ね。入ったね、今。後ろからはちょっとね、うん、危ない。これイエロー出てないでしょ。出てない。イエローないんだね、これ15分だもんね。15分で1人交代で、レバンドロー、なんなら PK 上手くないこれ。俺見てない。今見るよ、初めて。めちゃめちゃ逆ついてるわ。どこ見てんだろうね、この足見てんのかな。もう感覚じゃん、もうこれ。ニコラスのダンスの日。ああ、そうなの。子供の、いやもう、もう相当自信持ってるでしょ、この蹴り方。外さないもんね、うん、腕動いてねえな、俺。いや、すごい、このとこに間に合うんだもんね、このプレッシャー。これ入ったと思ったんだ。ああ、入ったと思ったね。結構また空きがちになるからね、これ。でもまたよく閉じる。この辺よく繋がったよね、やっぱ、うん、こうやって持てるとね、うん、良さ出るよね、うん、そう。せーも、これアシストよ。いやこれはレッドじゃないかって俺は思っちゃったけどね、やっぱキーパー的には。これはね、赤にしてくんないと。フォワード的にはもうきついよ、だってキーパー的には。ほんと多分ラッキーと思ったと思う。足いってその後手いってるから。見ててよ、足いって手で止めてるから。いや、だから、まあ、キーパーもちょっと思ってただろうけど、まあ、ラッキー。ラッキー、うん、ただ、フリーキック、えぐ。余裕あんだよな、このキックに。てか、動きが少ないのに、パンチ力えぐくない。いや、パンチ力えぐい。2ステップぐらいしか踏んでない。キーパー殺しだもん、こんな。コースめっちゃいいしね。うん、まあ、いやー、うまいな。芸術。ここ見えたよ、ケンスケ。俺の見えた。なんか、ケンスケが、あれ
ポッと開いたなみたいな、近くつけようと思ってたんよ最初。いやもう来るかなと思って、うん、てかこの後のさ、このクロスからのレアンドロのバウンド合わせるのうまいめっちゃこれ簡単じゃないよね、もう当たり前のように決めてる、当たり前のようにしちゃってる、うん、てかなんでレアンドロここいたんだろう、ね、レアンドロもここにいるしね、このいやこのバウンドでここのコースに合わせて吹かすまたは空振ることが結構多いんだから、ね、やっぱ面作るのめちゃくちゃうまいね、ほんとに。もう危ない、危ないけど、このさ、コータのシュートからのこの遠藤が触ったやつで俺の腰、擦り傷がある。あ、それで赤くなってたの。それで擦り傷がある。でもこれシュートだよね、多分シュート。いや、このまたさ、途中から3人、外国人3人じゃないわ、まあ、テルが1人いるから、まあ、外国人2人と中川選手入ってきてた、またまたリズム変わってきてた、まあでも、生と穂高が、この辺からのティーラーとまた結構、これがうざいんでね、くさびとさ、クロスとさ、これ、森君がフリックした、いや、多分つい入れてるでね。いや、あの辺はやっぱりその失点になる可能性があるよね。あるね、うん、でもちゃんとオマリもオマリ早いもんね、めちゃめちゃダッシュしてシュートブロックが、いやもうこの辺はでもすごい、もう一人すぎて流れてきたらやばい、これは。でももう3人ぐらい横になったでしょ2人寝てるわ、うん、あれ通ってきたらもう、通ったらもうキーパーのチャンスですね。見えない、いやーでかい、ね、まあまあまあ、これ本当にさ、ハイライトでは映ってないけどさ、俺は後ろからもうみんなが動いてるの見えてるからさ、どれだけ走ってんねんって思う、お前やってたよめちゃくちゃ走ってんねん、これまあ凝縮してるわ、ハイライトで。大事ですね、うん、次もやってください。頑張ります